はい、こんにちは、ライムです。今回の動画はキーアートナンバー21の、ガチャ、それから理想覚醒つくまでガチャだね、つくまでガチャやって、で最後にね、使ってみます。でこれがね、新モーションなので、これね、あのモーションがかっこいいので、これ見てね、欲しいと思う方も出てくるんじゃないかってぐらいね、割とね、珍しく気合の入ったモーションなので、そこら辺もぜひお楽しみにというところで、で前回の、動画が性能解説になってるんで、キーアートナンバー21悩んでる方とか、結局強いのとか弱いの、これ人権なのっていう話は前回の動画でしてるんで、ぜひそちらをねご覧ください。今回はガチャに特化した内容になってます。でまあおさらいですけど、ガチャのシステムは基本は僕はプレミアムの方、収課金の方を引きますけど、無課金の方はね、前回の解説動画で言った通りおすすめはしません。このいずれか 5回目、いずれかのメダルが、まあ、5回目で確定と、これ5分の1になっているので、まあ無課金の人はまあ実質青天井になってるんで、うん、まあ本当に当たったらラッキーだけど、まあ本当に厳しい条件なので基本的にはおすすめしません。収課金、まあ収課金限定の、まあ、メダルっていう認識でもはやいいんじゃないかって気がします。まあそれでも10回目天井なんで、まあ100連だよね、3万ジュエル使わないと基本的には手に入らないメダルなんで、かなり厳しい戦い。ただし、VIP コインが、30枚、それから覚醒専用メダルが1枚確定はなので、10連するだけで4回覚醒ができると。で天井までやった場合だと40回覚醒チャレンジが要するにできるってことかな、 VIP コイン全部使い果たしたとすると。なのでまあ理想覚醒はさすがにつくんじゃないかなと。もうよっぽど運が悪い人は40回でもつかない可能性はあるけどね、うん、さすがについてほしい。さすがにリアルラック、まあでもシオンとかの、シオン闇の剣があるんで必ずとは言えないんだけど、うん、まあ、まあ、とりあえずガチャ行きましょう。で、そうだよね。ガチャといえばさ、ボックスね。ボックスの圧迫がひどいんですけど、まあ、多分来週かな。来週のアップデートで、ボックス拡張がね、2000から3000になると思うんで、はい。そこに期待したいところではあるんですけど、まあ、多分ね、ボックス拡張が、3000になったらね、僕多分ボックス拡張半額キャンペーンやると思うんだよね、おそらく。きっとやってくれないときついんだけど、まあ、もし半額来たら、おお、噂をすればシオン闇、今ちょっとゾゾゾゾってなったわ、背筋がゾゾゾゾってなっちゃったわ。こここれさ、言っちゃ悪いけど、縁起悪い。シオン好きの方いたら申し訳ないですけど、僕にとってのこのシオン闇は、まあ、本当に縁起が悪い。マジか、噂をすればシオン闇。はい。30連目いきます。まあ、天井がね、このガチャ、シオン闇と違って確定してるんで、ストッパーがあるんで、大事には至らないっていう安心感はあるんですけどね。まあ、正直ここ天井回避したところで、どっちにしろ覚醒チャレンジのためにガチャ回すことになるんで、うん、正直そん別にって感じです。天井回避しようがしまいがっていう感じはありますかね。まあでも VIP コインが、30枚もらえるからね、うん、まあ5回、そうだね、5回目で天井回避したとすれば、覚醒専用メダル20枚でね、理想覚醒つければいいだけの話にはなるんで、なんともって感じだね。20回で理想覚醒もなかなかね、訓練スロット解放っていうのもきつい気がするんで、これ要するに50連回したのかな。次60連目。うん。まあどうなんだろうね。最近でもあれだね、ステボ引いてない気がする。最新のメダルで。ステボとか引いてないので、ステボ、まあ、高望みだけどね。ステボが出た。親友に触るな。うん。うん、まあ、ロクサスもですよ。ロクサスももう上位互換メダルも結構いるので。あれ？
今の50連じゃなかったのか。ごめん。これが60連目か。これが60、さっきのも50連目だったっぽい。これが60連目だわ。まあ、でもギルト9メダル出てくれるのは単純にサブスロが潤うので普通にありがたいことですね。うん。次が、70連目。そろそろ次かな。次のガチャでおそらくボックスいっぱいになるんで一回ボックス整理しますけど、うん、まあ本当にボックスきついね。特に本当にガチでやってる方はね、本当ボックス整理大変だと思う。ソラ NP、 ソラ NP で、これさ、右下のこのこれなんだっけ、ソラアート EX か。ソラアート EX もなんか情報修正来るんじゃないかなって思ってたんだけど、なかなか来ないね。これ来る、来そうなんだけどね、このキーアート。キーアートではないのか、ソラアート EX。これいずれ情報修正来ると思うんだけど、なかなか来ませんね。次が70連目になるのかな。まだいける。ん80連目か。ごめん、80連目だね。うん、これが80連目のはず。まあ、あっという間に天井ですよ。うお、カイリが制服カイリ2枚並ぶのは相当珍しいと思う。よくよく見たらタイタンも、ロックタイタンも2つ並んでるね。これなかなか、ある意味奇跡的な引きだけど。はい。お次が90連目になります。あれ？まだいける？ボックス整理そんなにしたっけ。これあれだっけ、余分に何枚まで引けるんだっけ。50枚じゃなかったっけ、プラス50枚まで引けるんじゃなかったっけ。ん、ボックス整理相当頑張ったのかな。若エラクス、若エラクス、なるほど。ギルト9結構やっぱ出るね、出やすくなったね。でこれラストか、ラスト。まあ安定の天井ですけど、あ、ここでボックス整理、ここで入んのか。はい、ということでラストいきたいと思います。まあもう確定した結果なので、確定してる、もうここまでは必然と言うべきか。うん、決められた未来だったので特に何度驚きもないわけだけど、まあここでギルト9いっぱいの紙引きが、まあでも一応シオン出たで、シオンは出た、シオンは出た、うん、シオンは出たので、まあよしとしよう。はいはい、キーアートナンバー21ゲットです。でここからですけど、覚醒チャレンジに行きたいと思います。とりあえず先ほど出たまあ家が家してるはずなんで、その家を使って手持ちの家から消化していく形を取ります。なんとなくね、パワーオブヒーローにぶち込んでみましょう。はい、よし。で、キュアとナンバー21の理想覚醒は基本的にはまあいつも通りの普通のアタッカーと何ら変わらずと、地上エネミー防御マイナス 60% と空中エネミー防御マイナス 60%、 それから追撃、追撃は欲しいね、攻撃プラスバフのメダルなんで追撃、それからあと攻撃2000かな。はい、今のところまあうん、まあ快調なね、快調なゴミ覚醒から始まっておりますけど、おしおし、まず一つ埋まった、まず一つ埋まった。うん、最終的に何がね、残るかだよね。攻撃線が一つつかないぐらいだったら妥協できるんだけど、このゲーム最低限がもう地上と空中ねついてないと、もう役割が生まれない、何もできないメダルになってしまうので、もうね、このゲームやる上では地上か空中が最低限どちらか必須っていうところがもうなんだかなって感じがしますよね。そうそうなんだよね、未だにこのゲームあれだからね、ガチャでお目当てのメダルを引いてはい終わりじゃないんだよね、このゲーム。そこが、お、よし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 、とりあえずもうこれがあれだね、無課金の人だったら、無課金の人だったらもうここで9大点、ここで9大点と言えるところ、これでもう地上エネミーに対しての役割が持てる。うん、あと空中追撃が出ればって感じだね。追撃欲しいな、
出撃欲しい。全メダルの攻撃プラスバフが。おし、空中来た。いいね。あともう二つですよ。追撃と攻撃つけば。まあ、メダルの数的に、もう、どっち、両方つくことはまずありえないんだけど。なるほどね。なるほど。そう、来ますか。あ、でも結構10枚でこれはいい方じゃないかな。10枚で、今3つ埋まったんで、あとは VIP コイン使って、埋めていこうと。残りの2枠をね。はい。これで、VIP コインすげえ余ってる。そうだよね。余ってるっていうか、さっき10、あれか。とりあえず5枚で様子見る。5枚で様子見る。いや、なんか6枚あげちゃった。やっぱさっきの、VIP コイン、30枚ずつっていうのはかなり、うん、いいね。覚醒がとにかくさせやすいところが。まあ、普通、まあ先ほども言ったけど、地上、あと攻撃だけじゃん。まあね、地上とか空中がほぼ必須みたいなゲーム性だから、これぐらいね、あって叱るべきなんだけど、先月だっけ？先月の頭だっけ？ 8 月の頭だっけ？アルティメットホーム、突如として覚醒メダルがね、凄まじい数、30枚だっけ？だか、配られたじゃないですか、配布で。うん、あの時は運営どうしちまったんだと思ったんだけど、うん、まああれぐらいたまにはね、あってもいいんじゃないかなって思いますよね。あの時やっぱり覚醒専用メダル、アルティメットホームの覚醒専用メダルもあるからってことで、ガチャ回した人結構多かったと思うんですよ。まあ、アルティメットホーム自体が強かったっていうのはもちろんあるんだけど、うん、覚醒専用メダルがあるからみたいな、無料で配布されたら、されたし、回すかみたいな人も結構多かったと思うんだよね。まあ、残りの一つがなかなかつきませんな。まだVIP コインに余裕があるんで、全然いけますけど。で、次、この4枚で攻めてみよう。残りの VIP コインは、あれかな？月末のメダル？月末のメダルに使えるんで、まだ温存しといてもいいと思うんだよね。6体制。くぅー、これ残りの覚醒一つですごい沼にはまるときとか全然あるからね。ここまでは順調だったのに、最後に一つ付けたいだけで、何十枚とね、覚醒専用メダルを消費していくみたいなこと全然あるんで、今までの経験上。がつかねえな。今もうだってこれ20枚目じゃない？覚醒メダル。あ、ついた。20枚目でついた。よし。理想覚醒。あとペット訓練だね。はい。で、最後に、この後に、実際に使ってみます。モーション見てみます。はい。ちょっと整理してからだけど。うん。モーション見ましょう。はい。ということで、実際にキアとナンバー21。使ってみましょう。ボイスないのが残念だよね。いきますよ。おお、どうですか。これが新モーションのはず。モーションはすごくかっこいいと思うんですよね。はい。スーパーバーストも使ってみようか。スーパーバーストまではさすがに、どうなんだろう。スーパーバーストもなんか違うのかな。まあでもこれはなんか特別感がやっぱりありますよね。ここに来て。まあ性能的にはあれだけど、うん。モーションがね、新しい。今度ワンダニャンのやつで。おお、ボックス。はい。やってみましょう。今度スーパーバーストね。スーパーバーストどんな風なのか見てみようかなと。これだね。変わんのかな。あ、さすがにスーパーバースト普通だわ。普通のスピード属性のスーパーバーストって感じ。最後にキアとナンバー21のやつ、アビ見て終わりましょう。
うん、かっこいい。かっこいい。これは単純にかっこいいね。はい。特別なメダル感がすごくあっていいかなと思いますけど。はい。まあ、そんなわけでですね、ガチャ、理想覚醒、つけるまで回して、それから、実際のね、アビ使ってみましたけど、性能解説については前回の動画、ご覧ください。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。